こんにちは、こんばんは。あ、どうも、しもむでございます。お久しぶりでございます。久しぶりの YouTube なんで、ちょっと声も出てますけど、ちょっとね、長い間 YouTube 投稿してなかったですけども、ね、皆様お元気ですか？覚えてますか？しもむですよ。しもむですよ。久しぶりに、動画がね、こんなテンション高くて申し訳ないんですけども、まあちょっと上げれてなかったことに関してはちょっとね、申し訳ございません。ただのサボりでございますね。すいません。本当もう批判の方はね、コメントで、どしどし、書いてください。もうしっかりしろと。まあちょっとね、久しぶりに動画上げるということで、まあお詫びも、兼ねて今回はね、ちょっと、もう本当に申し訳ない気持ちがあったんで、まあ楽しみにしてくれてた方も中にはいらっしゃるかもしれないんで、中にはね、いらっしゃるかもしれないんで、その人たちのためにはちょっと申し訳なかったと思うんで、まあお詫びとして、私の気持ちですけども、ちょっとね、一曲、お詫びとして一曲聴いてもらおうかなと 思ってますんで ちょっとね、私の曲を、私の曲じゃないですけど、別に、歌をね、一曲ちょっとお詫びで、見てる人に、差し上げたいと思います。まあ、今回の動画はもう、批判のコメントが多いでしょうね。ちょっとね、どうしてもね、一曲歌いたいんですよ。一曲ね、歌いたいの。だからもう単純に聴いてもらいたいだけ。発信する YouTube っていう場があるから、ちょっとね、聞いてもらいたいなと思って歌をね。まあ、その曲なんですけども、ドリカムさんのね、大阪ラバーっていう、まあ、有名な曲あるじゃないですか。このね、大阪ラバーを聞いてもらいたいの。まあ、普通には歌えません。その大阪ラバーを、今回はね、福岡バージョン。まあ、言ったら福岡ラバーだよね。をちょっとね、聞いてもらいたいんで。ただ単に本当に、聞いてもらいたいだけです。だからね、ちょっとね、大阪ラバーの福岡バージョンを、YouTube 上げれなかったお詫びとして、聞いてください。ちょっとこちらね、ノートにね、歌詞書いてるんで、それをちょっと見ながら、歌いますんで、ちょっとね、ノート書いてるんで、ごめんなさい、見えないんで。メガネかけさせてもらいます。メガネかけてね。私ね、目があんま良くないので、ちょっとお詫びなんで、やっぱちゃんとね、歌詞間違えないようにしないといけないんで、ちょっとね、歌わせていただきたいと思いますんで、最後まで、聞いてもらいたいから最後まで聞いてください。お願いします。多分もう途中で飽きるかもしれないけど、私のために最後まで聞いてください。じゃあ、それでは、聞いてください。大阪ラバーの動画バージョン。最終に間に合ったよ、0時ちょい前に装置に着くけん。メール短すぎやんか。ちょっとごめんなさい。もう一回。ちょっとごめん。緊張してるかもしれない。一人でしかいないんだけど、ちょっとごめん。久々っていうのもあるし、歌っていうのも緊張してるから、もう一回ごめん。もう一回、ください。すいません。聞いてください。大阪ラバーの福岡バージョン。最終に間に合ったよ、0時ちょい前に装置に着くけん。メール短すぎやがか。なんでここ、ちょっと、ごめんなさい。ちょっと、本当にごめんなさい。3度目の正直。いきます。大阪ラバー、福岡バージョンです。最終に間に合ったよ、0時ちょい前に装置に着くけん。メール短すぎたやか。私もそっけなかけど。博多駅博多口迎えに来てくれたあんたば見たら。いつも履いとるスウェット。今日もうちへ超高ね。マリンワールドのイルカのショー久々見たいと。
明日さ、たまにはいいや。そう寝ていくといかんとね。何度ここへ来とったって、福岡弁は上手にならんけど、楽しそうにしとったって、あんた以外に連れはおらんちゃも、近そうでまだ遠か、福岡。めちゃくちゃ気持ちいい。非常に気持ちいいんで、申し訳ないですけど、2番も歌わせてもらいます。もうちょいお付き合いください。言いたいこと言えんくて黙ってしまうのもよくなかよね。毎週は偏見と喧嘩だけは避けたいし、通い慣れた道がいつもより長く感じるこの空気。5号線は焦げな日も渋滞で動かんし、うちに着く前に元祖長浜や酔うて行こうか。気分変えようとしとるんや、そやねって食べると食べんと。何度ここへ来とったって一緒に住んでくれんと言わんよね。楽しそうにしとったって、そこはないし、めちゃ寂しいとよ。近そうでまた遠か、福岡。家で一人歌ってますけどね、非常に気持ちいいでございます。覚悟はもうしとるって、麺はバリカタ、醤油は甘口で。家族と離れとっても、あんたとここで生きていきたいとよ。東京タワーやってあんたと見るけやの夕日には勝てんけんね。なんでそんなに笑うと、一生に一度の告白やんね。恋しくて憎らしい福岡。何度ここへ来とったって、また来るのはあんたがおるからやけん。楽しそうにしとったって、それはあんたがここにおるからやけん。どんだけ喧嘩しとっても、あなただけ本当に大切やけん。もうこっち来ねって言って、ああ、催促してしまったやんね。近そうでまだ遠か、福岡。恋しくて憎らしい福岡。今回はこのような動画で大変申し訳ございませんでした。また次回の動画でお会いしましょう。明日！